皆さんこんにちは、こんばんは、白馬と申します。ようやくあとちょっとで終わりが見えず、あと5人らしいです。人狼配信者学力テストをやりますんで、それのやりましたんで、それの振り返りです。今日は楓地くん、楓地まるまるくんです。というわけで問題作成者さん、どうぞ。はい、問題作成者のミヒです。なんかほんま日に日に雑になってる気がしますがよろしくお願いします。いや、よろしくです。いや、デッチくんは雑でいいやろって思ってるんで、デッチくんは大丈夫です。はあ、はい、大丈夫です。わかんないですけど、ダメのかい、はい、で、デッチくんの点数ですが、よいしょ、国語15点、数学40点、社会28点、理科42点、英語30点で、まあ合計がね、200点になるよ、159、違う、155点ということで、どうですか。国語が低いね。そうですね、多分ね、いろいろこの後の回答を見たらね、点数低いのがある程度理由が分かるんじゃないかなと思います。え、15やろ。うん、え、うそ、ワンチャン、うん、ある程度のなんか採点間違いは出そうな気がせんでもないな。ありそうな気がするっていうのと、うん、あ、見たらわかるわ。うん、ミスターも多分見えてると思うんですけど今。うんうん、あ、行きましょうか、とりあえず1問目から。はい、と、1、日本語入力でローマ字で入力しなさいってことなんで、うん、ワンチャンここを点数なしにしてる可能性がある。なるほどね。はい、ここ一応日本語 OK にしたんでしたっけ。日本語 OK にしたんちゃうかったっけな。結構してたはずなんですよ。うん、だから、まあ、とりあえずレノが関数やってる、豆、うん、破綻合ってる、うん、でもっぱらが間違ってて何とぞも合ってるんで、じゃこれで15点分あんねんって。そうだって他全部間違いになっちゃうからな。そう、でっちおい、もっと点数高いんちゃうんけ。もしかして上がるかも。いや、めちゃめちゃ上がると思いますよ。ちょっと計算をね、またやるのがめんどくさいんで、こっちは150何点のままでいきますけど。はい、おや、150点だ、うん、はい。まあ、一応ね。で、楓地くんね、なんと、ありがたいことに全部手書きです。それってありがたいの？ありがたいというか、努力の後やけど。このおかげで、なんでしょう。多分ね、回答に時間がなかったんじゃないかなって思ってるんですよ、僕。あーね、英語何点でしたっけ。英語はね、よいしょ、英語が30点。あー、まあでも一応やれてはいる。だから全部にこう時間を使ったせいで、一つに対する問題の回答が浅かったみたいな。はい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 、なんじゃないかなって思ってます。はい、次、過去2ですね。ここは、自分の体の一部を突っ込んで、なんか言うやつですけど、うん、歯が立たない、頭を冷やす、目に余る、足を揃える、まあ向こうが耳を揃えるなんて、車検したことない人なんですけど、うん、この時点で15点なんよ。ですよね。だから30点なんよ。あ、30点ですよね。でっち、はい、じゃあ次行きましょうか。で、問3ですね。ここは下線部の指定の敬語に直しなさいってやつなんですけど、まあ、行くが行かせていただきますが、これ違いますね。丁寧語になってるんで。うん、で、来たは、おいでらっしゃいました。いらっしゃった。まあ、おいでになりましたってどうなんですか、ちなみに。おいで、おいで、おいで。いや、来た。おいで、おいでになる。おいでになるか。いや、間違ってんですけど。うん。おいでいらっしゃいましたから。まあ、おいでやったら丸やな。おいでになり、おいでになられましたとかは OK ですか。なんちゃうかな。おー、なるほど、惜しかったですね、ほんじゃ。うん、で、霊能者が追放された陣営を、まあ、ご覧になるが正解なんですけど、見させていただきます。すげー丁寧やな。うん、はい、で、次、最後が、騎士の私が声を申すなんですけど、言わせていただきます。いただきますって言っときゃいいと思ってるやろ。まあまあ、そんな感じはすごくしますけどね。はい、じゃ次行きましょうか。問4ですね。問4は、次はこの単語の対義語ですね。うん、で、1個目が優勢の判定が劣勢、うん、感情の判定が理性なんですけど無感情、まあね、はいはい、で、3が具体の判定が抽象なんですけど想像、想像ほう。で、括弧4が裕福の判定は貧困貧乏どちらかなんですけど貧相、貧相、ああ貧相、また
惜しいな。なんか貧相。いや、うん、貧乏の結果貧相なってるわけですから。うん、分かるよ言いたいことって。うん、貧相って見た目とかさ、うん、貧しいとかそういうやつやからな。だからちょっと違うよねっていう。でも劣勢が合ってるでしょ。うん。この時点で点数は。でもこれを感じでこえどうなの。ここはちょっと怪しいな。ここは感じじゃないとあかん気はせんでもないけど。なるほど。はあ、ははあ。で問い5ですね。ここは単語の境目にスラッシュつけてやるやつなんですけど、これあれです、ね。差がないね。差がないから。差がないんでダメですね。じゃあこれ微妙にでも劣勢の勢を感じて書いてるのな。今問い4振り返ったら。優勢の勢あるから。じゃあ劣勢の勢を書いてるからだから漢字で書こうって思って時間がなかった可能性が。あ、時間がね、そう出てこなかったじゃなくてね。だから普通にパソコンのタイピング使ってよかったんですよ、デチ君。そうなのよ。なると自分で、はい、あの難易度上げたの。うん、はい、次問い6ですね。かかり結びの法則です。ここはもううなんで、もう、はい、それ以外言うことはないです。はいはい、ここもちょっと掘り下げたら掘り下げたいんだけど、古文苦手なんでね、僕が。いやでも竹取りじゃないんやで。え、作り取り物語になってへん。竹か、これ竹です。いやー、清少納言。うん、いや清少納言の自体間違ってんねんけど。どう、ここの正解じゃないよね。作りよね、これ、まあ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 、まあ、どっちでも間違ってるから。間違ってるからあれやねんけど。楓っちさん、いや竹説はあるよ。手書きなんでね。いやだってさ、まあまあ、いやマウスで書くのすげえ難しいっすよ。まだな、左がな、いや人偏に見えるけど、これ竹のあの左側やねんでって言うてくれたらさ、またいけるけどさ、作りの方みたいなさ。だってなんか右下にちょんって点があるんやもん。跳ねるべきじゃない、跳ねるべきじゃないとこについてんのよね。なんかね、作るやったらそこ2本ちょんちょんってあったら、お、作るかなってなるやん。これは、うん、審議事項だと思うんですけど。審議。いやあ。作るです。作るです。はい、作るでーす。はい、はーい、次数学です。はい、まあ。計算問題ですね。ここはちゃんと、ね、いろいろ書いてくれてるんで、問1、まあ、計算ですけど、で括弧1中括弧2が9991であってて、括弧3が、まあ、4で片方がないんで、これは部分って1点ですね。で。問4はめちゃめちゃ考えてくれてんな。 9-5 ルート違う、これどっちが正解や。だからその20ルート27を多分これは9やと思って9にしたんやけど、だから27は9じゃなくてあれやん、3ルート3やん。そうですね。だからそこにできてないかな。あー、なるほど、3ルート3イコール9にしたってことか。なんか、あ、多分な、だから全部をルートの形にしようとしたんかな。はい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 。だからルート9がルート81、うん、でなんか5ルートだから27は5ルート2。はい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 。で27では6がこれがルート3がっていうような考え方じゃない。ああ、なるほど。途中式あるとすごくわかるね。わかりやすいね。助かるわ。はい、次問2です ね、 はい、はい、次のあれですけど、補助線の引くところはまあ違うんですけど、僕も同じ やり方しましたね、これは。うん、僕は全く同じやり方 でちゃんと直角とこまで書いてるんですよね。ここはこうで何度でっていう、でいろいろ計算した結果55度っていうね。問1は、問2の1番目は5度って、10度違うか、10でいいな。ね、180-25、180-125、125の時点で間違ってんのか。でもそう、でもすごいな、そう線引くんや。僕もそう引きました。だから直角ができるんで、うん、115からあの角度引いたら一体180-115で、はあ、じゃあもう一つの角度で出るでしょ。ああ。ってやったらそこの角度ができるから。あの X のところの直角じゃないとこの角度あるじゃないですか。うん、あこが、できるじゃないですか。
はあ、あのだからこの線あるでしょ、うん、でそこに線を引くことによって、うん、そこまず直角が一つできるじゃないですか、上の三角形ね、うん、線を引いてできた上の三角形、うん、じゃあ直角ができて、あ違うわ、だってそのさ両端の角は分からへん大きいやん、でもでだから180度引くやろ、てかそのあれやろ、水線引いて縦線で180度っていうのがあるからじゃなくて、そこでから115度引いた、じゃあ90度あるやんで、うん、そこがあるやん、その上普通に図形の上の三角形のとこ、うん、ああもともとあるデフォルトの、そうそうそう、じゃあそこって30、30、20やから、そこは130度って出るやん、うん、130度ってことは残りが50度やん、うん、あこの一直線ね、はあはあ、じゃあ50度っていうことは115、違う、そこは50度って出ることで、うん、この上の三角形から真ん中の折れ線あるやん、うん、そこまで伸びてるところの50度が分かるから、残りが130度っていうのが分かるやん、その115の上、はあ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 、ってやったら50で100、じゃあ違う、無理やんか、まあ、求めようと思ったら求められそうやけどな、そっか、だから多分この辺で僕は詰みました、あ分からんっつって、うん、もうええわってなりましたね、じゃあ行けのが140で、50だって、だからそこの角度が40度やろ、だからその115度の上のちっちゃい三角形の合ってるところが40度になるわけやろ、あそう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 、だから40やから40、40、115やから155度なんやんな、130度でそこ50度になるから50、90、ここだから、いやだからここその、 あの下の三角形の外角は、はい、ああそうそうそう、155になるんやん、そう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 、その155は90度とあのその X で155つくから、そうそうそう、そっから90引いたらいけたん、ああそうそうそう、155引く90したらできて、あ解説助かる、あざす、僕は解けなかったんで言語化できなかったんですよ、うん、はい、だから行こうと思えば行けるではあったんですね、はい、うん、だからこうやった方が楽ですよってやつですね、楽とは言ってませんけどね、じゃあ真ん中にシャッて線引いたら、うん、もうあの楽に計算できたってお話があって、あそう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 ね、はい、次、2個目なんですけど、これもねちゃんと解説して、二等辺三角形を生み出してる新しく、ほうってなったら二等辺じゃないねんな、そもそもこれ、いや二等辺なるよ、二等辺か、いや半径やから、半径から O っていうのが中心、円の中心やから、あそっかそっかそっか、二等辺三角形にはなります、ってことがそこが130が確定して、じゃ120が確定してるから残りが60だから、30度30度なのか、うん、でどうやって調べたこれんで、やるのがどうす、上なん、円のとこ60って書いとる、60って書いてますね、そのなんか中心角に対してなんかそれの半分になるってなかったなんか同じ項の項、あのだからあの BC、 項 BC あるやん、はあ、あのその項 BC からその中心角と別のところのなんていうんか忘れたけど、端っこの方の角度って半分になるっていうルールがあったような気がすんねん、うんうんうん、だからその A がそこの位置であろうと、めっちゃ B に近いところでも、 B に近いところで点 A を取っても絶対半分、中心角の半分になるみたいなルールがあったはずない、うんうんうん、それが60度になるはずない、うん、で、だから60度になるからそこの中心角が120やから、120から何ぼ30度いいか、30度が分かるから、ちっちゃい方のだから二等辺三角形の一つの角が30って分かるから、で一つの角がだからこれ何ぼ60いこう、90って分かるんか、はあはあはあ、90、え、そう、左の B、 え、角 OBA って60って書いてある、40って書いてある、何ぼって書いてある、ちっちゃすぎて見えへん、40、
だから40足す、40足す30の70度って分かって、上が60度って分かるから、60、70で130で、右が50度の角度、角 ACB が50って分かるから、またそっから50から30引いたら20になるらしいです。まあ、でも動画抜けとくから、私これだから点数低いんちゃうかった、引いたんちゃうかった。あ、そうなんや。ちゃんと単位は、単位抜けはな、あのマイナス1点か何か何点かって言うた気がする。なるほど、はあはあ、らしいです。はい、次トイさん。もう興味なさすぎてくさ。いや違うよ、興味ないんじゃなくて分からんのよ。途中難しくなってもう聞く気をなくした。笑うたー、おーえーってやってた。ワロータ、はい、さん、円錐の表面積求めなさい、なお円周率は π であるということで、答え 90π なんですけど、多分14プラス π になってるな、これ14の2乗 144π か。あー、144かもね。うん、まあ、違うんですけど、は、まあ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 、まあ、26π、 26π がどこから出てきた、かける12なんで、12は多分半径たす半径ですね、かける12は。26π だけが分からへん。だから26×12 で 114π ですもんね。ええ違う、312やわ。で、時代で計算した、これ忘れしまった。どうやって計算したっけな、忘れました。だって 12×12 が144じゃなかった。そうそうそう、なんで 12×12 はしてますね、これは、うん、でも 26π×12 はどこから来た、多分消すの忘れてないと思います。はいはい。次あれです、問4です、あの確率論のやつですね。あ、ここは問1は8分の1であって、81分の1であってる、うん、2問目は1、うん、まあ、出て1回はやるやろうっていう体感的なやつですね。うん、これはね、人狼をやってる人だったら分かると思うんですよ。なんか3戦くらいやったらなるかなみたいなやつなんで、まあまあまあ、実質1は正解です。実質ね。おかしいな、だいたいみんな体感3分の1ぐらいやと思ってたのに1です。だいたい、なんか3分の2か。でもほら、だいたい3試合やって少なくとも引く確率はなんぼですかやから1や。3試合で1回引くっていうので1や。確率だからね。そうそうそう、運の上振れ下振れがあるから平均値取ったら大体1や。いやいや、確率やから1なわけはない。はい、だそうです。はい、怒られました。次1はもう絶対やん。次問い5。ハンバーガー7個のレニス方程式使ったやつです。はい、で計算式を書いてくれてますが、まあ、間違ってるんでね、あれですが、まあ、答えが600円ということで、まあ、正解500円なんですけど、ここっすね。 7x プラス2、2y イコール4640円。うん、なぜか0消してるけど、まあいいや、うん、で 3x プラス 6y イコール、まあ、4920円で、うん、ここまで合ってんすよ。合ってる、そう合ってんすよ。うん、で、うわーってなって600円になったみたいです。うん、どっかで計算間違ってるんでしょうね。だからこれ、いやでも多分いけてそうなんやけどな。だから3個と6個で1800なんぼって書いとうから、うん、多分3で割って X プラス 2y の形にしてるんやと思うんやけどな。うん、そこまでいけたらもうあとちょっとない。多分どっかで間違えたんでしょうね。手書き上のその自分が書いた文字が分からなくなるっていう。なるほど、あるじゃないですか。まああるわな。はい、多分それだと思います。はい、じゃあ次社会行きましょう。社会は問1があれですね、よいしょ、国名のやつなんですけど、これ手書きでしんどかったっすね。しんどかった。まあわかる。1問目フランス、2問目イギリス、3問目イタリアのローマ、あ、3個目だけ合ってんのかい、うん、4つ目がスイスで、5つ目ドイツということでね。はい、まあフランスはそこじゃないですね、1番じゃ。うん、1番目はそう、うん、イギリス。デッチ君の中で1個目がフランスの、まあ、2個目がイギリスということで、多分イギリスが島国が、
イギリスそこです。デッチクイワクそこです。はい、じゃあ、アコってどこっすか。どこって、スペインの横、左に西、ポルトガル。あれ、ポルトガルなの、あんな海沿い。うん、アコポルトガルなんや。へぇ、初めて知った。へぇ、はいはい、次俺が普通に知りたかった。次、問いに農産物のうんぬんかんぬんですが、1個目山形、2個目は青森、3つ目が栃木、4つ目が高知、5つ目が那須ということで、じゃあ那須が和歌山ってことね。でも上の果物3つはいけてんじゃん。やっぱ果物3つ分かりやすいんじゃないですかね、結構。はい、うん、みんな的にはやっぱりリンゴといえば青森、よいしょ、まあ、さくらんぼといえばどこやったっけ、山形みたいな、があるんじゃないですかね、うん。いちご栃木は僕は分かんないですけど。出た、いちごは奈良派の人間なんで。奈良のなんとかがあるだろって、アスカルビーってのがあるんで。なるほど。で、最近ね、奈良の話ちょっとしていいですか。いいよ。この前なんかテレビ撮ったらね、うん、奈良県の地元の果物を、まあ、売り出しましょうみたいな感じでね、梨、うん、とか売ってたんですよ。うん、で、いい試みやなって思ってたんですよ。ほう、それをね、奈良県で売ってるんですよ。うん、奈良県の今後有名にしたい果物を奈良県で売ってどうすんねんと、うん、だからまず奈良県よ。まず奈良県でなんか安定化させて、奈良県のだから梨っていうのが有名になったら全国展開よ。いや、正直20世紀梨に勝てると思ってんのお前らって思いながらね。でも関西は20世紀やけど、関東やったらちゃうやろ。そうなの。うん、なんか千葉県あ、え、だって日本で一番多分梨の生産多いの山梨、千葉県やったんちゃう。山梨じゃないの。うん、あの名前に梨を冠してんのに。うん、いや、あいつやめろよ、山梨なもんも。怖っあれ、なんかさ、あれ、白野さんなんか友達に梨って呼ばれてなかった。言われてますよ、幼馴染に。あ、じゃあやっぱり梨にはちょっと親近感が。違う、あの僕が梨って呼ばれてるのはあの、そう、幼馴染が、うん、幼稚園の頃から幼馴染なんですけど、うん、その子があと中学校の時仲良くて、今も仲いいんですけど、うん、でその時ちょうど僕が中学生の頃って、あのフナッシーが出てきた時なんですよ。はあ、はあはあ、でフナッシーのモノマネしたら、ただヘッドバンしてただけなんですけど、うん、似てるって言われて、でそうフナッシーっつってました。え、じゃあさ、ほらフナッシーって何県のゆるキャラよ。千葉よ。なしでしょ。あいつここで伏線回収まさかのどんでん返しはい、というわけで、あとがよろしいよね。あ、お宝よろしいよねそれ終わるときに言うやつやいやいや、この話は一回ね。あ、なるほどね。はい、次、トトイさんですおトトイさん、日本国憲法3つの原則答えなさい。酒、タバコ、おしめおしめ、おしめ、しめ、おしめです。すごい、なんか、いや、その横の、私横の言葉も気になるんやけど、あの近世ヨーロッパの産業革命起こってた時の若者のイギリスのあの三大欲求みたいな感じになってる。働くこと、金払え、休めつまりデッチ君はあれですね、働くために酒飲んでますよ、これ。そうそう、働くために酒飲むんや、金払うためにタバコ吸うの。食べちゃう、これはあれじゃん、タバコ吸うんやったら金払え、酒飲みたかったら働け、おしめ。え、これタバコって金払えば、多分タバコ税ですね、納税ですね。そうそう、うん、多分税やと。あーはーはー。で、先の働くことはあれですね、あの労働の義務みたいな。うん、だから労働した後も酒はうまいかもしれん。休め休ん、押し目押して休めへんぞ、追っかけてたら休めへんぞとは思いますけどね。押し目をな、やっぱそうなんちゃう。押し目、押し目押してて休めます。いや、だからそのために仕事を休めじゃない。あ、そっち。あ、うん、それか。いや、僕はあの仕事をしとって、うん、押しを押すことでが休息になるっていうって思ったんですけど、まあ、わかんないっす。わかんないですね。次行きましょうか。これ4ですね。 AC に当てる経済主体なんですけど、 AC ジャパンですね、ここは。政府企業、家計なんですけど、会社人客。うん、まあまあまあ、まあ、
会社費と客なると違うよね。そうね、客ではないもんな、うん、カスタマーじゃないからね。だからそこの C は、だからまだサービス代金払うってなってるけど、その代金払うお金を買う、なんかその商品を買う場所であり、労働力を提供するところっていうことでお家ってことになる。そうですね。ただまあまあまあいいや、いや、結局こういうサイクルよねって言われたらそうやなって思って、ただ人イコール客になるからこれはおかしいよねとは思うけど、うん、実際そうじゃないですか。人イコール客やけど人同士でやり取りしてるから、うんうんうん、まあ構図的に間違ってはないですよね。おお、はい、というわけで次行きましょう。最後、出来事の歴史の並び替えですが、原稿桜田門が応仁の画原なんで違いますねこれ。はい、次は日清日英日露日中、合ってる。はい、3番が南北、じゃあその違うか。はい、正しくは元寇応仁の乱関ヶ原の戦いを桜田門外の変と、3番が十字軍遠征宗教改革名誉革命南北戦争になります。うん、うん、振り下げます。いや大丈夫です。はーい、わかりました。次、はい、問5はもう、はい、わかりました。これは別にひらがなでも OK やからな。まあ、だからあなたの奈良県民の東大寺がブーブーまた、はい、ってもう死刑です言うぐらいかな、はい、死刑です。あの姫路城と厳島神社かね、これを東大寺というんだ。 だから奈良にはお寺が多すぎるんよ。大仏がいねえってここには。本当に叫んな。で、法隆寺の上についてのこれ前言いましたっけ、パゴっていうんですよ。聞いてないかも。あ、なんかね、あの上にあるじゃないですか、法隆寺の上に寺とかの上になんかピョンって跳ねてるじゃないですか、うんうん、あるあるね。あれってパゴって言うんですよ。ほう。で、あれがなんかその飛来神代わりとかだったりとか、うんうんうん、一応まじないで何かこうね、災いを避けるみたいな能力もあるんですよ。ほう。で、法隆寺にね、パゴじゃんってキャラがいるんですけど、ゆるキャラが。ほう。まあ、鐘が鳴るなり法隆寺っていうぐらいなんで、うん、柿食えば金が鳴るなり法隆寺、柿食えば金が鳴るなり法隆寺じゃない、うん、なんですけど、まあ、そっから取ってるんでしょうね。柿にね、うん、まあ、目があるんですよ。柿に目がある、目がついてるんですよ。で、うん、頭にその法隆寺のこの一番上の屋根、一番上の屋根、はい、をかぶってるんですよ。かぶる、はい。で、その柿から足2本生えてるんですよ。足が2本、はい。ちょっと気持ち悪いキャラクターがいてるね、パゴちゃんって言うんですけど。パゴちゃん、はい、ちょっと調べてみてください。めちゃめちゃ気持ち悪いです。やばいんですよ、なんかほんまに今言った通りやね。いや、これさ、着ぐるみ着るとやばいて。そうなんですよ。着ぐるみ着んかったらさ、なんとかなってたって。はい、ぐるみ来たからさ、もう中に人入るやん。はい、入ります、入ります。その分の関与の分がちょっと、やばいっす、やばいっす。そういうね、やばいキャラいるんで、パゴちゃんっていうのもいるんで、あこがパゴっていうちょっと情報だけでも覚えていただければ幸いです。パゴちゃん見たら絶対忘れないと思います。パゴだね、パゴだね、はい、次、問6、それぞれの啓蒙思想家の名前ですが、ロックルゾー・モンテスキューなんですけど、ゴッホ、ペリー、アインシュタインです。あー、はい、テーマが分からん。ゴッホは違うね。ゴッホはだって画家でしょ。そうです。しかもあの人自画像描いてるんで、うん、あ、でも確かに似てるっちゃ似てるか。似てる？いや、あの人ヒゲ生えてたやん、ゴッホは。ひげないけど。でもあれなかったっけ。でもうちょっと茶、これそうそう。でもうちょっと茶髪やったやん。あ、そうそう、茶髪でひげも茶色ちゃうかったっけ。そうそうそう。やけど、まあ、わからんでもないわ、俺は。マジか。ね、構図が一緒やもん、向いてる方向が。向きだけ。向きだけ。で、ペリーはね、ナポレオンなの俺、ギリ許したかな、ここ。
それかなんちゃらやロマノフ王朝なんちゃらルイ23世とか。なんでロマノフやのにさルイなん。いやいや、例えばねロマノフとかルイとかなんかそんなやったら許せたねっていう。おおおおう、うん、なんか私もちょっとロマノフはロシア系やのになんかルイとか言うてそのフランス系の名前を出してくるからちょっとわけわからんくなってるから。アインシュタインはないっす。何かい。ナイス。アインシュタインだけはないっす。あ、そう。じゃあ次行きましょう。だってアインシュタインは画像で出すならあれが映るでしょ。で、アカンベーな。アカンベーが、うん、だからその点まだゴッホとペリーはわかるやん。ペリーはちょっとちゃうけどゴッホは俺ギリ理解できる。う違うけどね、うん、はい、じゃあ次行きましょう。理解いきまーすよいしょ。力学エネルギーのうんぬんかんぬんです。うんぬんかんぬんです。はい、ここはもう B、C でしかないんで C です。はい、で、過去に静止やだるま落としで動く物体が持っているものとの運動状態を保とうとする性質漢字2文字で、答え慣性なんですけど体幹って書いてますね。体幹確かになんかバランス取るときには体幹いるから。いりますよ。いりますけどそうじゃねえよ体幹確かに強い人ね、電車とかで急にガタって揺れたりしてもなかなか微動だにしない人いますけど、体幹がねいいんでしょうね。ね、多分大地君は多分ずっと体幹鍛えてるんでしょうね。なるほど。はい、次、過去にこのような機体の集め方を何て書いてるこれ。情報機関。ああ、情報機関違う機関じゃねえ、地だ。水上です。そう、水上地関なんでいろいろ惜しいっすで、過去には、BTB 溶液が何色かなんですよ。これ、酸性になるんで黄色です。赤じゃないです、はいはい、合ってんねんけどな。いや、ギリ赤って合ってる範囲じゃないですか。その酸性アルカリ性範やったらリトマス紙やったら赤になるじゃないですか。だってリトマス紙の問題にするやん。いや違う違う、だから実理解はできてるやん、これ酸性になるよっていう、うん、惜しいねっていう。あ、惜しいねって話ね、はい、何これ、はい、問いさん両方大台って書いてるまさか台風。大台って何。台風やと思ったんじゃん、分からん。わかんないけどね。大台。わかんないけどね。何や大台って。台風って書こうとしたんじゃない？多分な。多分両方台風って書こうとして大台になってるんでしょうね。まあ、そんな気がせんでもない。大台に特に意味はないと思います。わからん。次問4。次の図にね。に答えなさいなんですけど、まあ過去一ヘビで合ってますね。2個目が土と水が必要で、あ、材料としてね、生成物が光と二酸化炭素、うん、いや眩しいで植物が、うん、眩しい、ピッカピカ光る、うん、すごいな、ま、植物からの。そう、材料のね、水は合ってるんで、ここ部分ってありましたっけ。あった、上に書いとる。なるほどなるほど。まあ、土も必要なんですけど確かにね、うん、あ、それはいいんですけど、生成物で光を出しとったら森がピッカピカなります。いや、なんか神秘的じゃない。いやいや、やかましいで夜すげえやかましいで。もう夜にさ、ライトアップとかあるやん、うん、常それですよ100万ドルの夜景より100万ドルの山になりますよ。それでいいのであれば光を生成してください。次、トイゴー。はい。トイゴーは、ナトリウムを熱した場合の色ですが、ここは黄色なので合ってますね。はい。はい。で、カッコには 1.7 キロで合ってます。合ってます。はい、次。合ってるとこポンポン行きましょう。トイ6、1から5の元素ベート元素記号なんですけど、1が水素の H。2番が炭素の C、うん、合ってる。3番が F のフッ素、じゃあフッ素、いや逆、あ、逆やん。逆です。逆やん。で4は P のリンやけど、プリンって書いてた。プリンや、プリン、リンちゃう
プリン。ちげえ、プリンじゃねえ。で、5はカルシウム CA で合ってますね。でも、うんうん。合ってるよ、これは。ああ、そっか、はい、合ってます。プリン。プリンが。プリンじゃねえ。かわいい。いや、かわいいけど、プリンじゃねえんだ。美味しそうにすんじゃねえ。お腹空いてきた。みんなピッピ派？あ、プクリン派、どっちかって言ったら。なんでな。どっちかって言ったらプリンよりプクリン派。あのプリンはね、スマブラで、うん、歌う寝るを、歌う眠るっていう凶悪コンボばっかりやられたんで、嫌いなんですよね。あね、じゃあプクリンと叫ぶしっぽ。叫ぶしっぽ。叫ぶしっぽ。種族値高いから。あっていうこと言う？圧倒的種族値。まあただね、叫ぶしっぽ実を言うとね、あんまり攻撃技覚えないんですよ。補助技ばっかなんですよね。だから、あの子は、あの、いや、そうなんですよ。だぶっちゃけ言うと、挑発一発で止まるんですよ。あ、はいはい、はい。あいつ。だ挑発一発でほぼほぼの技は出せなくなるんで、うん、起点作りとしてすごくいいんですけど、うん、起点が作れるのかっていうところ自体がありますね。最近挑発持ちは減ったんですけど。なあ。って感じですね。はい、じゃあ とりあえず英語行きましょう。だ僕がポケモン喋り続けるとやばいんで。すまんかった、振って、はい、で英語統一です。これって書いてくれてんな。まあこれは違うんですけどね、カッコ1は、うん、2個目も違いますね、うん、でカッコ3は合ってますね。これパハプさん合ってるね、うん、でカッコ4も合ってますね。違う、間違ってるわ。ミュージアムやね。ミュージアム違うわ。でカッコ5は合ってますね。でカッコ6も合ってますね。ナイフはナイフ。カッコ7も合ってますね。はい。それやったら丸つけたやのにね。これって書きなくてぐるって。わかりやすい。非常にわかりやすいですね。ありがとうございます。はい。はい、次カッコ2、はい。よいしょ。クーラーに当てはまる英単語なんですけど。諦めてるわこれは。何が？え、だってもう1、2って書いてそのまま書いてへんやろ。あ、違うか、ごめん、さっきの問題見てもた。あ、なるほど。失礼しました。はい。次は、ここですね。あ、そういうことか。わかった、後で見よう。うん、さっきのこっち見えた。はい、次、過去2なんですけど、If I am、I am じゃなくて、were ですね、ここは。うん。あの、仮定本にしないといけないんで。うん。で、I could なんで、これはできるのにっていうのが、can を過去文、過去形にしてるんで、could にしないといけないらしいです。うん。はい。で次、カッコ2が、it have been ですね。have been 何々なんですけど、うんうんうん、have, it is なんてで、これは been、これあってなっちゃってるんで、ちょっとダメです、ね。受け身になっちゃってるね。はい。カッコ3は、he was, もっともっともっともやねんけど、せめてもう M をもう一個つけてもろて。多分、most ともっともっと、もっとが混じったんでしょうね。もっともっとね。うん、ほっともっとみたいな。うん。惜しいな。で、カッコ4は、メインで合ってんすけど、うん、違うんすよ。これメインなんすよ。マインで、メインなんですけど、答えマインで、MINE なんですよね。そうなんですよ。はい。メインなんで、マインで合ってんすけどね。違います。だけど、先ほどミキさんが割れた問いさんです。はい。完全に諦めてますね、これは。多分時間なかったんでしょうね、もうここは。いやーね、そこはちょっと難しかったかな。そうそう、風から入ってる時点でね。フーズ。フーフーズ。どういうこと？どことってなる。フーズってなってね、多分諦めたんでしょう。うん、次、ラスト問題ですね。問4なんですけど、よいしょっと。お、よいしょ。ちょっと待ってね。うん。こっち側でちょっとトラブルが。よいしょ。トラブル中でしばらくお待ちください。OK、行きだ。じゃあ、ラスト問4です。長文からの抜き出し問題ですね。はいはい。で長文読解ですね。はい。なんですけど、よいしょ。問4なんですけど、カッコ1、収益化の条件がいつから発表されるかなんですけど、2023年6月やってますね。カッコ2は多分もう書くのめんどくさくなったんでしょうね、これ。時間なくて。コピペしたらええんやで。そうやで、よかったんやで。はい。で次、でもカッコさんはえらい書いてますね。500人
登録者と3ヶ月90日以上のうんぬんかんぬんなんですけど違います、はい、メンバーシップとスーパーチャットなんで、はいはい、トイオンここ丸つけるんですね。 however で、はあはあはあ、はい、で次ラストトイ号は日本でいつ始まるか。日本はいつから知らん。まあ合ってますね。合ってるかな。日本はいつから日本はいつからか知らんって書いてるんで、うん、まあ、合ってるでしょ。だいたい合ってるね。だいたい合ってる。5点やったら多分5点問題やったら4点を上げていいと思う俺。ここは採点者次第なんで僕はあんまり関与してないですけど、ご本人次第です、はい、あとミキさんの判断になるんで。あ、そうだ、私の判断。いや、どうなんやろう。いや、まあまあ言いたいことはわかるけどなって、ね、言いたいことは僕もわかんすよ。うん、難しいわ。うん、そう、難しいね。うん、はい、というわけで以上がカイデッチさんの回答でした。よければあの概要欄にカイデッチくんの〇〇くんのチャンネルと、もしくはあの何やったっけ、回答時のアーカイブのリンク載せておきますので、そちらのご参考、ご確認お願いいたします。じゃあお疲れ様でした。みさありがとうございました。